その辺はやってますけども、まあ、さっきも言いましたけど、その信虎の時代、信長の時代っていうのは、その鉄砲とか化学兵器の、差によって、こう、なんか他を圧倒できるような、ところがあるんですが、この時代って、なかなか、武器の、ね、兵器の実力の差っていうのはなかなかないので、そうですね、うん。まだね。だからみんなどんぐりの背比べなので、なかなかこれって大変っていうか、これをやっちゃうと、かなり、また反感を買って、勝手に領土を変えちゃったり、戦を起こしたり、城をこもったり、勝手にいろんなことがまたし始めるんですよね。うん。でもまあ、頑張ってこれやったということなんですが、まあ、嫡男の晴信、後の信玄との確執もありました。晴信のお母さんっていうのは、王位夫人、王位氏から出た、娘さんがお母さんなんですが、この王位家っていうのは、代々その、華道を得意にしてた文化人なんですよ。うん。ね、だから、学問が得意なんですね。ほんで、このお母さんの王位夫人っていうのは、多分晴信にもう本格的なこう君主になってほしかったと思うんですよ。で、英才教育をしてたと思うんです、多分。うん、お母で、さんが。うん、お母さんがね。だから、その信虎って、すごい武将なんだけど、もう14歳からもう、戦に余儀なくされて、もう全部自治で覚えていって、もう理論なんてない、もう俺の嗅覚で全部倒してやるぞみたいな感じの生涯だったと思うんですけども、それじゃなくて、もっと一回り大きく、ちゃんと、まあ言うたら、理想王道政治じゃないですけども、こうあるべきなんだみたいなことを、理論を教えて、その上で、武田家の勢力拡大をしてほしいという思いがあって、晴信にはすごく教育熱心だったと思うんですよ。で、晴信もそういうふうに育てられてるから、理屈っぽかったと思うんです、多分。そうですよね。うん。ほんで、信虎にしてみたら、まだ家督もついてない、戦もあんまり経験しないのに、こいつ講釈するのかみたいな感じだったと思うんですよ、多分。うん、で、それでちょっと肌が合わなかったんじゃないかなというふうには想像します。でもそうですよね。信虎は多分ね、本能の人なんですよはいね。はいはいはい。はい。ちっちゃい頃から戦してて。で、むしろそういう、ちっちゃい頃から戦してるから、両国経営っていうものに対しては、ちょっと、俺は疎かったんじゃないかなと思うんですよね。うん。うん、そうです力でね。抑えれば大丈夫だみたいなそうですよとこね。ろがあったんじゃないかなと思そううんですよね。ですよ。それに対して、信玄はもっとこう、知的に、はい。理屈に、はい。生産性よく、効率よく、こう、国を治める人だったと思うんですよね、おそらくね。そうですよね。多分それを王位夫人が信玄に教えたことによって、うん。信虎は、うん。こいつちょっとうぜえな、みたいそれはあると思います。で、まあ、もともと、ライバルのとこですからね。ライバルの、そうですね。多いし、ライバルですから、そこの、なんか、ノウハウを注入しやがってみたいなとこは、多分、うん、あったと思います。で、そういうふうに、武田王国じゃなくてね、え？武田王国じゃなくてね、そうです。王位の王国にさせられちゃうじゃねえかみたいそうなね。そう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 。それはあると思います。で、そういうふうに考えると、あんまり仲良くなるわけがないかなっていうふうに思いますよね。まあね。で、そういうその家庭の事情もあります。それから、ずっと戦続きで、まあ、時代が悪かったんですけども、まあ、度重なる戦による、民百姓への負担ですよね。負担の増大。で、今川氏や、大山田氏と対立してましたから、経済封鎖、まあ、露地封鎖というらしいんですが、これによって、非常に物不足が起こってただろうというふうに言われるんです。ね、甲斐の国、特に山国ですから、海産物とか止められる可能性があるんですよね。あんまり周囲敵だらけだと。特にね、塩なんかは止められちゃうと、
そうですよね。うん、あの信玄の時代もちょっと外交を見誤って何回か止められて、あの困ったことありますよね。あの敵国に塩を送るじゃないですけど、そうね、うん、そういうあの弱点もございます。ほんでその物不足によって、あの非常にあの物価が高騰したというふうに予想されてるんですね。で、それでまたあの民の生活も苦しくなる。それから災害というのを調べてみますと、天文9年のにそのすごく大きなこの辺りに大きな台風が直撃したらしいんですよ。で、その翌年にかけてすごい大飢饉だったらしいです。これ天文の飢饉って言われてるんですけども、で、それでだいぶあの、民の不平不満が溜まってたと。はい。で、天文10年、信太郎春信によって、ごめんなさい、こうかな。信太郎春信によって、追放されます。この天文10年というのはまさに、天文の飢饉が大流行してた時期です。非常に、民百姓みんな苦しかった時期になってます。で、非常にその、家中が、統一してみんな春どもの味方になって、あの信虎を追放するという、追放劇になります。で、まあ、あの当時の文献によりますと、みんな、それ信虎の追放をあの喜ばぬ者はいなかったと。で、馬まで喜んでたと。馬がどうやって喜ぶかなと思うんですけども、馬まで喜んでたらしいです。はい。で、この追放劇なんでこんな支持されたのかっていうことなんですが、当時、大名の、代替わりの際に、まあ慣習的に行われた、まあ特性、うん、こういうのも、期待されてたんじゃないかというふうに言われております。なるほどね。で、このように、信虎はさまざまな不運により守護職の座を追われます。もっとまあいい環境だったらひょっとしたらやりようがあったのかもわからないですけども、こういうふうにあのまあ後付けになりますけども、いろいろそのあの理由をつけていくと、ちょっと不運ですよね。そうね、うん、不運な部分はあると思います。はい、環境的な部分もね、外的環境がそうですよね、おかしかったかなっていうのがありますよね。で、甲斐の国ならではのその地政的なまああのね、あの特産物当時そんなにあの少なかったかも分かりません。でその中で、あの甲斐の国は山国なんでね、あの農産物もあんまり取れなかったみたいですしね。そうですよね、うん、うん、あのそれその上になんかあの海産物のね、あのとか海の関係にあるものを止められたら、もう生活必需品さえも滞るという、もう最悪の、うん、時代だったことが想像されます。で、そういういろんなあの不運もありまして、守護職の座を追われましたが、まあ、甲府の町の基礎をそんな苦しい中でも作りまして、で、甲斐の国を統一しまして、まあ、信玄に、バトンを渡すような形で、ちゃんと前準備の、をしたっていう点では、非常にまあ高く評価される部長じゃないかなというふうに思います。そうですね。はい。なんでまあそんなになんかこうこの人嫌だなって思うような人だったのかどうかはわからない。まあ気性は多分激しかったと思うんですけども、まあ信虎公に僕ら会うことはできないのでね、まあ、そんなに嫌われてたって言いますけども、そんなに嫌われるような人だったのかどうかは分からないですけども、まあでもまあいろんな環境の不運もありの、でもその中で、ちゃんとまあ言ったらやるべきことっていうか基礎固めをして、次世代の人間に、バトンタッチできるような形でちゃんとお膳立ては、した方なんですよっていうことで、まあ最近ちょっと評価が上がってるみたいですけども、そういうような形で、ね、武田信虎という武将を、今回は、紹介しました。はい、ありがとうございます。はい、以上です。先ほど話した伊達胤宗も、はい、結局
自分の作ったお城の周りに家臣たち集めたんですね、はい、あそうですよね、まあ、結局 外交政策をしてって東北のいろんな武士あの地元の、ね、地主を、はい、要は味方にしてったんですけど、はい、最終的には自分のお城の周りにこう移さして、はい、であの法を整備して、はい、あのそ変な話その自分の他の領地に落ちるものでさえ自分のところで裁判しますよみたいな形で統治してったんですよね。それですよね。だから、うん、あの信玄家宝で甲州法度の次第言うんですかできますけども、うん、まだあの信虎の場合はそこまで法整備されてないですけども、うん、まあでもあの信虎の時代が続いてたらそういう風になってたかもわからないですよね。そうですね、うん、で結局種宗も、はい、どっか行って帰ってきたら息子に、はい、追われちゃった。ああ。うん、結局あの要は要因は家臣たちを自分のところを集めちゃったっていうことです。はい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 。要はそれで家臣たちが自分たちの領地をね勝手にこう動かされちゃうとか。はいはいはい。いうの不満だったみたいなんですけど。そうですよね。結局ねあのまあやることとしたらすごいことなんですよね。織田信長もそれでねあの完全に織田信長はそれを革新的なやり方だって、はい、評価されてあれはうまくいったもんで評価されてますけど、はい、もっと先に信虎や種宗はやってるんですよね。そうですね、はいはい、ね、あのこの先人たちはもあの結構もう優秀な先人たちがいっぱいいたっていうのは確かですよね。そうですよね、うんうん、むしろねだからもう 2代3代で見ていかないと実態が見えないという。そうそう、あのむしろその武田信玄や上杉謙信、織田信長、伊達政宗とかが有名になってきますけど、はいはい、むしろこの人たちは二番煎じなわけですよね、本当はね。そうですよね。ね、うん、あのもう作られた礎の上をさらにこう、 うまくやったっていうことで、うん、うまくいったっていうところなんですけど、はいはい、この礎を築いた人たちが いるんだよっていうのがね、はい、結局、はい、そういう意味では俺思うのは礎を築かれてないのに自分で切り開いたっていうのは、うん、俺毛利元就とかそうあの北条早雲ぐらいじゃないかなと思うんです。そうです、僕今それ言おうと思って、いやでも言おうかなどうしようかなこのままこの話どこかないやでも言いたいなってそうなんですよ。で、あの本当ね、うん、あのむしろこうマイナススタートぐらいから、うん、で大きくなったのは本当あの北条早雲とか毛利元就ぐらいしかいないんじゃないかなと思うんですよ。そうですよね、だからあのどっかの本に書いてありました、あの元就ってあの普通はみんなお膳立てがあるんだけども、元就にはお膳もないしお盆さえもなかったってどっかの書、うん、文献に書いてありましたけど、はい、なので自分の器量だけでね、うん、ほんと知略と器量だけで、うん、もう国を大きくしていったのは本当早雲と元就、そうですよね、この2人だと、うんうん、そうですよね、それはもうおっしゃる通りだと思います、うん、なので2人が